はい、それでは後半の授業に入りたいと思います。でまず最初ですね、先ほどの授業の最後のところでちょっと誤りがあったので訂正しておきますが、9の点の座標ですね、これ X プライムですね。ですので先ほどちょっと間違えて指摘していただきました。直しておいてください。で、この時にその P と Q の距離なんですけれども、これは皆さんよく知っているように、x-x' の2乗プラス y-y' の2乗、これの平方根でもう定まるというような例もあります。で一応距離の話の最後でですね、その距離に関する性質をちょっと挙げておきたいと思います。教科書ですと124ページの問い 4.1 のすぐ上に括弧1括弧2括弧3というふうにあります。で教科書の中では特に見出しはないのですが、一応後からその繰り返ったときにこうパッと見分けがつくように一応ここで命題というふうに書いておきました。そして P と Q をその N 次ユークリッド空間の点としましょう。でこのときにこの N 次元ユークリッド空間の距離について、次が成り立つと。で、次の3つのことが成り立ちます。まず1番目は、P と Q の距離というのは、0以上の値を取ります。で、かつ、P と Q の距離が0になるときには、それは P と Q は等しい、点として等しいことを表しますし、逆も成り立ちます。P と Q のその点が点として等しい場合には、その P と Q の距離がもう0になります。非常に当たり前のようなことですが、一応書いておきましょう。それから2番目の性質、挙げましょう。P と Q の距離は Q と P の距離に等しいと。まあ、こう、ひっくり返しても距離は変わらないってですね。で、これも非常に当たり前のように見えると思いますが、数学の世界では、こう、この順番をひっくり返すと等しくならないものというのはいくらでもありますので、そういった中では、数学の中では必ずしも当たり前ではない性質ですので、一応挙げています。で3番目の性質はちょっと図をつけるので次の黒板に書きましょう。ここで3番目の性質でこの R というもう一つの点も出てきますので、この R もこの N 次元ユークリッド空間の点としましょう。でこの時に
PQR というこの3つの点があったときに、その P と Q の距離ですね、これとあの P と R の距離と R と Q の距離の和を比べますと、この不等号が成り立ちます。で、この性質はちょっと式だけ見ただけではなかなか直感的にこう納得しがたい人もいるかもしれませんので、じゃあ平面上の例をちょっと出してみましょう。P と Q と R がこんなふうにあったときに、こう P と Q と R を頂点とする三角形を考えます。これ三角不等式って書いてますね。ですので、こういう三角形を考えて、で、P と Q の距離は、この部分。で、P と R の距離はこの部分で、R と Q の距離はこの部分ですよね。ですので、皆さん分かると思うんですが、P から Q まで行こうと思ったら、こう R に寄り道するよりは、P から Q までまっすぐ行った方が近いよと、そういうことを言ってるわけですね。で、しかも等号が成り立つとき、数学ですと、こう等号があったら、こういう不等式があったら、等号が成り立つときはいつかということも考えるんですけども、等号が成り立つときっていうのは、このどういうときか皆さん分かりますか？多分、まあ、多くの人は分かるかと思いますが、この R がずずずずずっと P と P 直線 PQ の上に来てしまえば、もしも、この R がですね、この直線 PQ の上に来てしまえば、その P と Q の距離と、この2つの和が等しくなるということも分かると思います。ですので、まあ、こんなふうにですね、その式だけ見せられると必ずしもこうなんだこれってこう思うようなこともですね、こうやって例を考えると納得できる時っていうのはありますので、まあ、数学を勉強するときはこういうその何か出されたらその例を考えてこう理解つなげるというのが、まあ、多分理解の早道の一つではないかというふうに思います。これは等号が成り立つときですね。はい、ここまでいいでしょうか。で、どうしてその距離という概念に関してわざわざそのこういうですね、もったいぶったことをやるかっていうことなんですけれども、実はその数学においては今はこのようにその N 次元ユークリッド空間の距離っていうのを、まあ、皆さんがよく日頃から使っているこの長さですね、長さと同様の概念で定義したんですけれども、数学ではこう他にもいろいろな距離の定義の仕方があって、逆にその数学においてはその距離っていうのを定めるときに距離とはまず関数を作ると、で何かあるこの世界の中でこう2つの点が与えられたときにその2つの点に対するその関数を距離とするというふうに作るわけですね。でその距離っていうのはどういうものかっていうと、今この命題で挙げたような性質を満たすような関数を作って、まあ、それを距離にしてしまおうと、そういうことがよく行われます。ですので、皆さん普段のその数学を勉強しているときには、こんなのが距離になるのっていうようなものが距離になることがよくあります。例えば、その皆さん多項式なんていうのをこう扱ったりするときが多分線形代数でもあるか、微積分でもあるかと思いますけれども、その
分野ある特殊特定の分野の問題によってはその2つの多項式間に何か距離をこう作りたいと、そういう目的があって、あの多項式の2つの多項式の距離を定義して、でそれでこういろいろと問題を取り組んだりということもあります。それからあと、これ皆さん、まあ、携帯電話使っていますと、その携帯電話の信号というのはその符号というものを使ってこう情報やり取りするわけですね。でその符号というのは、あの実はその符号の間にもですね、あの距離というのを定めて使っている場合があります。でなぜかというと、その符号というのは、まあ、ある情報としてこう例えば、皆さんからなんか皆さんの家族にメールを送ったりするときにこう情報を伝達するわけですよね。でそうするとその例えば携帯電話ですと、その最終的にはこの皆さんの打ってるメールの文章がですね、符号に置き換えられて、その符号というのはその今の電磁気学の原理に従ってこう電波として送られるわけですね。そうすると電波として送られると、こう雑音なんかこう空間で入ったりすると、その送られた符号にの例えばビットが1が0になったりとか、誤りが生じたりすることがあるわけです。そうするとその誤ったその情報が届いてしまうと、例えば何でしょうね、例えばお金がないから仕送り増やしてとかっていうような情報がですね、まあ、別に仕送り増やしてが仕送り減らしてにかまで誤りが起きることはちょっと考えにくいですけれども、まあ、もしかするとそういう問題が起きるかもしれないと。そうするとその符号をやり取りする際にですね、その符号のどこで誤りが生じて、で本当はその符号が0と1がどっちが正しいかっていうのを判別できるような仕組みが、その符号の仕組みアルゴリズムとか、それから数学的な定義の中に入っている場合があります。で、その場合に、その符号がですね、そのどこまで、どの程度の誤りまで訂正できるかっていう、その誤り訂正能力っていうのをこう定める、数学的にですね、決めることが必要も出てくる場合がありまして、そうすると、そこでですね、この符号間の距離というのを定義するんですね。例えば、その正しい符号、正しい2つの符号の間の距離を定義して、で、正しい符号同士はそのある距離以上、そこで定めたある距離以上離れていると、そういう仕組みの符号を作るわけです。で、じゃあその符号を使って、例えばその符号を電波で例えば携帯なんかで送った時に受信した人が、あ、ちょっと図を書きましょうか、まあ、ちょっと非常に模式的な図ですけれども、まあ、正しい符号の、点ですね。まあ、これ一個一個が何らかの符号を表していってみましょう。やっぱ一つ一つの文字とかそういったものを表していってみましょう。で、その符号、正しい符号の間にある一定の距離を置きます。で、もし例えばこの A という符号を送ったとして、そこに誤りが生じていたとすると、例えばそのビット列が1ビット、1が0になっていたなんかすると、まあ、例えばこんな辺にこう符号の誤りの符号が出てきたりすることがあったりするわけですね。そうすると正しい符号同士はこれだけの距離を離すっていうふうに定義していますから、その、正しい符号同士で保証されている距離の範囲内で出てきた符号っていうのは誤りだっていうふうに判断できるわけです。で、でまあ、具体的にどこのビットは誤っていたか調べるのは、またその符号ごとにですね、この数学的な定義をしますけれども、まあ、こんなふうにですね、この符号の世界にも距離を入れて、それでこう誤って伝送された符号を訂正したりして、で正しい符号を直して相手に届けると、そういった技術もあります。ということで、まあ、ちょっと符号の話はちょっと長くなっちゃいましたけども、まあ、距離っていうのはそういう目的にも使われるので、一応こういう形でこういろいろな形でいろいろなところで使われているということを知っておいてほしいと思います。はい、さてで、まあ、ちょっとですね、この距離ってだいぶちょっと抽象的になったなと、こうやや弱っている皆さんには
もっともっと畳みかけてしまうかもしれないんですけれども、これからもうしばらくですね、こう抽象的な道具の立てが話説明が続くので大変な人もいるかもしれません。ただそれぞれの概念はですね、その皆さん1変数の時にも出てきたものの一般化ですので、一応これからの説明の中では、これはじゃあ1変数正解ではこういうものを指すというようなものに対応づけて、なるべく説明するように努めますので、皆さんもそのつもりで理解に努めてほしいと思います。で、次に出します動画、内転とか外転とか境界点といった話です。教科書ですと、124ページの下半分から125ページの上半分ぐらいまでの、こう、まあ人によってはちょっと読む気がしなくなるような領域に入るかと思いますが、まあそういう場合には、他の人の説明を聞くのが多分少しはマシかもしれません。最初にイプシロン近傍という言葉を定義しておきます。で、まず抽象的な定義を述べてから、そのもう少し具体的な説明をしたいと思います。P をその N 次元ユークリッド空間に点としまして、まあ、イプシロンを正の実数とします。で、この時に、こういう集合を考えるんですけれども、ちょっと見えない人もいますかね。こういう集合なんですが、こういう U のイプシロンの P という集合なんですが、まあ、こう書かれて、これが何者であるか分かった人は手を挙げてください。よく分からないんだけどという人は手を挙げてください。はい、わかりました。と、まずこれ数学の記号で書くとこういう書き方になるんですけれども、あ、13、あ、ごめんなさい、右側の黒板に移ります。じゃあ、これをもう少し普通の日本語で書いてみましょう。中心を P として、半径がイプシロンの長求って書きましたけれども、まあ、N 次元だと N 次元の空間での Q というのは我々目に見えませんから、一般に長求って書きますけれども、例えば座標平面 R2 であれば円ですね。
R3 で、R3、我々のいる空間であれば、Q のことです。の内部の点全体と。こういう説明で、少しは分かった人ってどのぐらいいますか、はい、まだちょっとよく分かんない人ってどのぐらいいますか、はいはい。まあ、じゃあ、さっきよりはだいぶ、分からない人が減ったようなんで、じゃあもう少し、じゃあ今度は図を描きますか。例えばこの平面上ですと、中心を P として、半径を、がイプシロンの円を考えですね。で、その内部、内部と言っているのは、その境界線を含まないという意味です。ですので、境界線を含まないこの円の内部全体のことを、この U、イプシロン、P と言います。で、これで、まあ、記号ですこれなんですけれども、これを、言葉ですと、P の、イプシロン近傍と言います。ここまでで、まだよくわかんないって言いますか。まあ、さっきより大丈夫そう。まあ、要はただ単に中心が P で半径がイプシロンの円じゃねえかっていう人もいるかと思いますが、まさにその通りです。そういう理解でいいです。ただし、境界を含まないことに気をつけてください。で、実はこの書き方ですね、この書き方っていうのは、そういう、イプシロン近傍の点全体が満たすべき条件がこうだっていう書き方をしているのにちょっと注意してください。このイプシロン近傍、この U、イプシロンの P っていうのが、こういう RN の点 Q ですね、Q 全体からなるんだけれども、この Q っていうのはどういう条件を満たすかっていうと、この P との距離がイプシロンより小さい、そういう点全体を取ってきなさいと。そうすると、こういう、こう円になるわけですね。で、これを P のイプシロン近傍と言います。というのがこの定義です。だから数学とその定義の仕方というのはそう例えば Q が満たすようなべき条件というそういう書き方をするのでなかなかとっつきにくい人もいるかもしれませんけれども、そこをなんとかこういう例を作ったりしながら理解に努めてほしいと思います。で、まだ、この種の言葉がいくつか出てくるんですが、今度はその内転と外転と境界点という言葉をやりましょう。あ、その前に、そうだ、イプシロン近傍が、そうか、ごめんなさい。その実数の一次元の世界では何だったかっていうと、これはですね、数直線を考えましょう。で、中心が P。ということですので、この数直線上の実数 P を取ります。そして、Q は P との距離がイプシロン未満の点全体を取ります。ですので、P からイプシロン、正の方向にイプシロン、それから負の方向にイプシロン、この範囲内にこの Q が収まっているということを言っているわけですね。で、境界は含まない。一応、この回区間という意味で境界を含まないとこう書きますけれども、で、ここの座標はいくつかっていうと、
P より大きい方が P プラスイプシロンで、P より小さい方が P マイナスイプシロンです。ですので、じゃあ R ではこれ、U イプシロン P っていうのは一体何かっていうと、実はこれは実数上の回区間で、どこからどこまでかっていうと、P マイナスイプシロンから P プラスイプシロンまでの回区間ということになります。ですので、このイプシロン近傍っていうのは、やはりその、一変数の微積分でもやはり同じように定義されているということに注意してください。まあ、回区間ならもう少し皆さんに馴染みがあるかと思うんですけれども、一応こういう定義になっています。いいですか。はい、じゃあ、内転とか外転とか境界点の話にしてみましょう。今度はですね、この D を N 次元ユークリッド空間の、まあ、部分集合とします、今度は。部分集合としますので、例えば、この平面上ですと、平面内のある領域を D と思いましょう。それから、まあ、P を N 次元ユークリッド空間の点とします。P はこの点ですね。こういう関係があるとしましょう。の時に、D と P に対して、次の、次の ABC、ABC はこれから書きますけれども、まあ、ABC のうち、いずれか一つが成り立つというのは、これから定義する内転と外転と境界点です。じゃあ、それを一つ一つ見ていきましょう。すみません。まず A はまず式で書きますね。式で書きますと、さあこの記号嫌いな人もいるかもしれませんね。実は僕の弟は僕より9つ下で、ちょうど僕が筑波大学の学生の時に中学生だったんですけれども、帰省するたびにもう数学が大嫌いで、数式を見ると身の毛がよだつって言って、僕は笑ってましたけれども、だからもしかしたらこう世の記号を見て身の毛がよだつ人もいるかもしれませんが、まあ取って食われることはないんで。まあ、もう少しお付き合いください。と、まあ、ある正のイプシロンが存在して、でこれも数学の特有の記号でサッチザットって言いますけれども、次の整数を満たすと。この P のイプシロン近傍が、まあ、D に含まれると。でこれは一応その図を書くとどういうことを言っているかというと、まあここに D があります。で P があったときに、その D に完全に含まれるようなイプシロン近傍を取れるっていうんですね。でこれはその P がどこにいてもこういうイプシロン近傍が取れるかっていうと、そういうわけではなくって、例えば P が明らかに D の外側にあれば、
そのどんなに小さなエプシロン近母を取っても D には入らないですよね。そういう意味です。ですので、まあ、直感的にはこの P っていうのはこの D の内部にあるんだなってことが分かると思います。で、そう直感的に思ってもらっている通り、実はこれを、P を、P は、その D の内転といいます。本当に内部にある点ですね。だから、その集合 D の、P がですね、点 P が集合 D の内部にあるっていうのはどういうふうに定義するかっていうと、こういうイプシロン近母を取ることができるっていうことで、その 内部にある点っていうのを定義します。まずいいでしょうか。これは内点の定義です。じゃあ2番目。2番目は R イプシロンが存在して正のイプシロンが存在して P のイプシロン近傍が Rn のかつその D 以外のところに D に含まれないようにすることができると。ですので、これは括弧1番。これが A ですね。A。これが A で、次の例は、例えばここに P があって、まあ、あるイプシロン近傍を取ると、この D に全く含まれないようにすることができるという点ですね。そうすると直感的には、この P っていうのは、ああ、これ D の外側にあるんじゃないのっていうふうにこう見て思えるんじゃないかと思いますが、まさにその通りで、このこういう P のことをその D の外転と呼びます。さあ、そしたら、その内転と外転の定義が終わりましたので、あと残るは境界点だけなんですよね。そうすると、じゃあ境界点はどういうふうに定義できるんだろうという話になるわけです。まあ、こう D があると。で、境界点、皆さん、境界点はどこにあると思いますか？直感的に。まあ、皆さんの今までの直感的な数学的な概念に対する理解だと、D の境界点はこれで、そうすると境界点というのはこの曲線のどっか上に乗ってるだろうというふうに思えるわけですよね。それで間違いないです。で、じゃあその境界点っていうのをまあこういう点だっていうのを言うために、そのどういう逆にどういう定義をすればいいかっていうんですけれども、じゃあここの P の上でイプシロン近傍を取ってみましょう。まあ何でもいいです。イプシロン近傍を取って。そうすると、ちょっと気がつくんですけれども、このイプシロン近傍のうち一部は D の内部に入っていて、一部は D の外に出ているということは分かりませんか？そうですよね。しかも、この半径のイプシロンをいろいろと変えてみましょう。大きくしたり、小さくしたり。で、そうして見てみると、実は、そのこの境界点を中心にするイプシロン近傍っていうのは、半径をどんなに小さくとっても、一部は D の内部にあって、一部は D の外部にあるというふうに思えますよね。実は、この境界点でそういう定義の仕方をします。そのイプシロン近傍の、どんなに小さなイプシロン近傍をとっても、その D の内部とも交わりを持つし、D の外部とも交わりを持つ。そういう点のことを、この D の境界点と言います。それを、じゃあ数式で一応書きますと、今度はイプシロン2にとるわけですね。イプシロン2のイプシロンに対してっていうのは、この半径をいろいろ変えるっていう意味ですね。だから、どんなイプシロン2のイプシロンを取った場合に、
この P のイプシロン近傍と D の共通部分が空集合でないということは何言ってるかというと、この P のイプシロン近傍と D が交わりを持つということを言っています。で、かつ、先ほどの話から、その P のイプシロン近傍と D の外部も交わりを持つということを言わなきゃ言いますから、一応注意しておくと、この D の外部っていうのは、もともとの Rn の中で D ではない点ですね。これは D の外部という意味を示しますので注意してください。で、このイプシロン近傍と D の外部が交わりを持つと。で、この時にこういう条件を満たす、点 P のことを P のことを P を D の境界点と呼びます。ということで少しはこう理解に近づけたでしょうか。一応そのこうやって数式に書くと何やるのかよくわからないっていうようなことが書かれているようにも見えるんですけれども、一応その意味をするところですね、こう追っていくと、割と直感的なその概念を表そうとしていることが分かってもらえるんじゃないかと思います。仮に今の説明でですね、まだ納得できてないっていう場合には、なるべく早くこの映像を公開しますので、ぜひまた繰り返し聞いて理解に努めてほしいと思います。で、あともうしばらくその、似たような概念が続くんですよね。で、もう少し頑張りましょう。今度は教科書で言うと125ページの上半分の方なんですけれども、内部とか境界とか近傍という言葉を定義します。で、さっきの、その内点とか外点とか境界点っていうのは、その、ある D という集合が与えられるときに、その TP という点がどういう点かっていうことを説明する、そういう定義だったんですけれども、今度は内部とか境界っていうのは今度は与えられた集合 D に関する性質を説明する言葉です。先ほどと同じようにこの D をこの Rn の集合とします。直感的にはこんな感じですよね。それから P を Rn の点としましょう。で、この時に最初に D の内部D の内部っていうのはこの集合 D の内部っていう意味ですね。
で、これはどういうものかというと、先ほど定義しました D の内転全体からなる集合です。実は先ほどその D の内転の定義を説明したときに、ちょっとその D の内部にあるとか外部にあるとかそういう言葉を使いましたけれども、実際にはその定義の順番は逆で、先にその D の内転っていう点を定義した上で、まあその集まりとしてこの D の内部というのを定義しています。という点にちょっと注意してください。まあ、直感的には、D の内部ですので、まあ、こんな形になるかと思いますけれども、まあ、ちょっと注意してもらいたいのは、先ほどその境界点を定義しましたけれども、境界点はこの D の内部に含まれないということですね。境界点っていうのはその イプシロン近傍が D の外ともこう交わりを持ちますので、そういう意味ではこの D の内部内転のルールには違反してますから、境界は含まないという点に気をつけてください。そうですね。ですので例えば、その実数、皆さんが春学期やってた実数の世界でちょっと置き換えて考えてみると、D を例えばその0から1までの閉区間としましょう。で、この時にじゃあ D の内部って何ですかって答えられますか。で、その時に考えるのは、まず D の内転っていうのはどういう点かっていうことをこう思い出すことなんですけれども、また数直線考えて0と、まあ、1ですね、この区間を取っていると。でそこでこの D の内転っていうのはどういう点かっていうと、その、まあ、あるイプシロン近傍がこの D に含まれる点ってことを言ってましたので、まあ、この0、1区間内で結論から言うと0よりも大きくて1よりも小さい範囲になります。なんでかっていうと、この0っていう点ではそのイプシロン近傍をもし取れば、まあ、イプシロン近傍というのはこういう区間なんですけれども、どんなに小さい幅でこう区間を取ってもこの D の外と交わりを持ってしまいますよね。そうすると D の内転を取る D の内転というためにはその0よりは大きくなければならないと、一方で、まあ、1よりも小さくなければならないと。そうしますと、この内転全体が D の内部ですので、これの内部ですね。時、ちなみにこの D の内部のことをD の丸と書きますけれども、この D の丸はこの例ですとこの端点を抜いた0、1の回区間になります。というふうにこう定まれているのを理解してください。じゃあ次に、D の境界という言葉になります。これは、これ、ああ、そうか、もうちょっと丁寧に書きますね。
デルタですね、デルタ D というような書き方をしますけれども、これは先ほど定義した境界点を使って、D の境界点全体からなる集合のことを D の境界と言います。ですので、ちょっとすみません、黒板上下しますけれども、先ほどのこの D の図で、まず、D の内部はこの領域だったと。それに対して D の境界っていうのは、先ほどの D の境界点の定義を思い出すと、この部分ですね。この部分が D の境界になります。じゃあ、ついでに先ほどですね、この01の閉区間を考えましたけれども、この時の境界っていうのは一体どこになるでしょう。そのためには、それを知るためには、そのこの D の境界点が一体どこに存在するかっていうのをこう調べる必要があります。で、境界点の定義は何だったかっていうと、もう何度も繰り返しますけれども、そのイプシロン近傍がですね、このどんなに小さくイプシロンを小さくとってもその D の内側と外側で両方で交わりを持つ点ということでした。ですので、実はこの閉区間ではこの境界点っていうのはどういう称号でしょうね。なんか区間になってんじゃないかと思う人手を挙げてください。なんか点じゃないかと思う人、はい、なかなか皆さん考えいいですね。そうです、実は点なんですね。この0と1の端点が実は境界点になっています。ですので、この時に、じゃあこの D の境界っていうのは、どう書けばいいかっていうと、これ点が2個ですから、点2個からなる集合ですので、0と1からなる集合というふうに書きます。いいでしょうか。で、最後 C ですね。C は P の近傍。この P の近傍という、今度はその P、点 P のに対する定義なんですけど、P の近傍という集合の定義なんですが、これは、P を内点として含む集合です。で、P を内点として含むっていうのがどこまで皆さんピンときてるかなって思うんですけれども、まずこう P が与えられてるわけですね。そうすると、例えば、P を含むこうぐにゃぐにゃぐにゃっとした集合を考えると。そうすると、これはこの集合、例えばこれをまあ D と名付けましたけども、この D はP の近傍と言えるでしょうか。今までのことを定義から推理して、この D が P の近傍と言えるんじゃないかと思う人って言ってあげてください。言えないんじゃないかと思う人ってあげてください。はい、分からないという人ってあげてください。はいはい、分かりました。で、正解はですね、実はこの D というのはこの定義でいう P の近傍になります。で、なぜかというと、P の近傍の定義をちょっと見てみますね。
そうすると P の近傍っていうのは P を内点として含む集合であると。で、このことからですね、この D がもし P の近傍になるんであれば、もし D が P の近傍であるならば、その P は D の内点になる必要があるわけですね。この定義からすると。そしたら、この状況で、じゃあ P は D の内点になってるかなってことを確認するわけです。で、そうすると、もう一回内点の定義に戻らなきゃないんですけれども、内点の定義は何だったかっていうと、あるイプシロン近傍。このイプシロン近傍で、その D の中に必ずすっぽり含まれるものは取れるってことを言ってるわけですね。そうすると、この場合は、まあ、このぐらいのイプシロンでもいいし、このぐらいのイプシロンでもいいし、まあ、もっと小さなイプシロンでもいいんですけども、とりあえず、そのイプシロン近傍が D にすっぽり含まれるような、このイプシロン近傍が取れますと。ですので、P は D の内点にできるっていうんですね。だからこのことから逆に言うと、じゃあこの D っていうのは P の近傍と言えますと。そういう結論になります。でちょっと、まあ、面倒かもしれませんけれども、近傍っていうのを与えられたときに、まあ、ちょっとこういう 逆説的な、逆にその P はどういう条件を満たすかっていうことを考えると、少し理解できるんじゃないかと思います。いいですか。はい。まあ、なかなか今日はシビアな抽象的な定義が続きますけれども、あと15分ですので、もう少しで頑張りましょう。今度はその集積点とか孤立点っていう概念です。まあ、例によってこの D をまた Rn の集合としましょう。でそれから P は、まあ、Rn の点とします。で、この時ですね、今回は D として、まあ、今まではこういうですね、こうなんか、こうちょっとした領域、こう池のような領域を考えていたんですけれども、別に、Rn の部分集合っていうのは、こういうつながった領域でなければならないということは全然ありません。例えば、こんなところにポツポツポツとこう D の一部が散らばっていてもいいわけです。だから D はこの領域と、あとこの2つの点を含むということにしましょう。で、それに対して、まあ、P という点を考えますというわけですね。で、この時に、この P が D の集積点であると。いうのはどういうことを言うかっていうと、
まあ、ちょっとじゃあ式の方から先に書いてみますね。2の正のイプシロンに対して P のイプシロン近傍と P 以外の D の点が交わりを持つという定義です。ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、まあ例えばこの D の内部の点ですね、この D の内部の点、 D の内部の点、例えばその D の先ほどの定義でいう内点、 D の内点というのは D の集積点になっているでしょうか。この場合は少なくともなっているとございますね。まあ、場合によるんですけども、このような状況ではこのどんなイプシロン近傍を取ってもそのこのイプシロン近傍とそれから P 以外の D の点ですね、 P 以外の D の点が必ず交わりを持つということが分かります。これどんどん大きくしていっても同じことが言えるので、からこの P はもし P がここにあればこの P は D の集積点であるということが分かります。じゃあもう一つが、もう一つは孤立点の定義なんですけれども、P が D の孤立点であるとはどういう定義かというと、これもちょっと積式を先に書きますけれども、ある正のイプシロンが存在して、この P のイプシロン近傍と、P 以外の D の点が、交わりを持たないというのを孤立点と言います。で、実は今回の例でその D の集合としてこの領域、こういう池のような領域以外にこう2点用意しましたよね。実はこのうちの例えばこの点ですね、この点は実は D の孤立点と言います。なぜかというと、まあ、この点は D の点なんだけれども、例えばこういうイプシロンでそのイプシロン近傍を取ると、そのここの点以外 の D の点とは交わりを持たないようにできるわけですね。自分自身は D の点なんだけれども、自分以外の D の点とは交わりを持たないようなイプシロン近傍を作ることができると、こういう点を D の孤立点と言います。まあその皆さん、我々がこれからその微積分を学ぶ範囲ではあんまりその孤立点といったノルマが頻繁には出てこないんですけれども、まあ、数学ではまあそれに出てくることがあるので一応こういう定義もしています。これもせっかくですので、ちょっと一次元の場合の例でちょっと考えてみたいと思うんですけれども、今度はその0から1の回区間としましょう。
この時に、一応図を書きますか。0と1の回復感を考えた時に、じゃあ2分の1という点を取りました。この x イコール2分の1は d の集積点でしょうか、孤立点でしょうかっていうのは、質問なんですが、じゃあ多数決を取ります。x イコール2分の1は d の集積点だと思う人手を挙げてください。孤立点だと思う人手を挙げてください。はい、大丈夫ですね。はい。集積点です。じゃあ、もう一つ。x イコール0は d の集積点でしょうか、孤立点でしょうか。じゃあ10秒考えてください。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、じゃあ x イコール0は d の集積点だと思う人手を挙げてください。孤立点だと思う人手を挙げてください。わからないと手を挙げてください。はい。正解は集積点ですね。で、なぜかというと、その集積点の定義をもう一回思い出しましょう。集積点の定義っていうのは、今 x イコール0ここですけれども、そのどんな、イプシロンを取っても、そのこの0を中心としたイプシロン近傍がこの0以外のこの D の点と交わりを持つ、0以外の D の点と交わりを持つというのがポイントですね。そうすると、この今 D はその0よりも大きい実数全部含んでますから、そうすると、この0を中心としたイプシロン近傍はどんなイプシロンを取ってもこの0以外の D の点を必ず含むわけですね。ですので、この x イコール0はやっぱり d の集積点だということになります。はい。ということで、こういう、ね、一次元のような世界でも十分皆さんの頭を鍛えることができますので、ぜひ自分で考えてみてください。で、あとそうですね、5分少々になりましたので、もうちょっとやって今日は終わりにしたいと思います。次に出てくるのが、回集合と閉集合と平方という概念です。言葉は初めて聞くかもしれませんけれども、実は皆さんそれ一部はすでに1変数でやってるんですね。1変数で言いますと、回集合は回復感に対応して、で平集合は平復感に対応します。平方は、どうでしょうね、もしかしたらやってるかもしれないし、やってないかもしれないけれども、そういったものですね。まずその回集合と閉集合の定義をしたいと思います。例によって D を Rn の部分集合としましょう。で、この時に
まず D は回集合というのは、回集合とか閉集合とはこの集合ですね、この部分集合 D に関する性質なんですが、まず D が回集合というのは、D の任意の点が D の内点になっているときに、この集合 D のことを回集合と言います。だから逆の言い方をすると、その D の内点以外の点を含まないということですね、 D が回集合の場合は。でさっきの定義だと、例えばあの境界点なんていうのをやりましたけれども、境界点はこの D、 境界点はこの D の、D、いや境界点を含むような集合というのは D 回集合とは言わないということです。で、もう一つ、回集合の定義をやりましたので、今度は閉集合の定義をします。この D がですね、この境界を含む場合に、この D を閉集合と言います。境界の定義をもう一回思い出すと、これ境界は境界点の全体ですよね。ですので、D が、その集合 D がその境界点全体を含む、自分自身に含む場合に、この D は閉集合であると言います。で、皆さんが今までやってきたその1変数 の、 あの話で考えると、先ほど言いましたけれども、この回集合というのは1変数でいう回復感のことを言います。また、閉集合というのは1変数でいう閉復感のことを言います。一応、閉復感ではその境界を含んでいて、回復感では境界を含んでいないということに注意してください。でそこで、今日最後の質問なんですが、この座標平面上 R2 の点、R2 上の点 AB というのを考えます。1点ですね。この AB は、この1点からの集合と思うことができますよね。この1点からなるのも集合です。この1点 AB からなる集合 D は回集合でしょうか、閉集合でしょうか、どちらでしょうか。ちょっと今の時点での皆さんの考えを聞きたいんですが、回集合だと思う人ちょっと手を挙げてください。閉集合だと思う人手を挙げてください。わからない人手を挙げてください。じゃあこれは来週までの宿題にしたいと思いますので、ぜひ各自で考えてみてください。じゃあ、今日のところは回集合、閉集合まで終わりましたので、その続きからまた来週行きたいと思います。今日はお疲れ様でした。